白山神社は、福井県福井市八重館中町に所在する神社である。八重館白山神社は、森田地区唯一の式内社である。式内社とは、演劇式に記されている、社のことで、783年、この地の己の住社に、アマテラス皇大臣が鎮座されたとされている。大長大師自暴利と伝えられる。 白山権現の像を御神体として安置し、次のような社殿が大切にされている。旧世紀末、平泉寺神殿が明動し、終想の夢に我を流れに任せよとあったので、新雲を八重に巻いて清涼水に浮かべた。その時クズ竜が出現し、尊像を抱いて川を下った。旧河井村山室の淵に泊まったが真意にかなわず、当時の歌天皇の夢のお告げにより、 9月9日、この地に尊蔵を移し、仮宮を作って安置した。その川をくず川と名付け、この地を八重巻というようになった直命をもって、白峰山町用事となり、前世の頃は七十五町部の田を持ち敷地に七、道画欄を備え、朝倉家代々の祈願書であったとのことだが、朝倉家滅亡と共に廃寺となり、その後も福井大震災による倒壊などを経て、 現在の八重館白山神社となっている。境内には歴史を伝える赤池の跡や地蔵村等々がある。ありがとうございます。